どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ、インボーク、プレミアム歌手に記載の小説家、高槻千が登場しています。早速、キャラの詳細の方を見ていきましょう。こちら闇属性ですね。HP が8100、攻撃力が1050かな。で、防御力が500。で、アビリティが固定、固有アビリティですね。ごとつしたときに光属性キラーですプラス。で、攻撃アップにアタックアップに武器耐久値アップに、人間キラーも S プラス持ってますね。まあまあ、ちょっと防御低めだけど、攻撃力も1000超えてるし、HP、まあ HP もちょっと超えてほし、1万を超えててほしかったかな。まあプレミアムガシャさんだから、まああまり言えないんだけど、スキル、王はいるよ、お前らの腹の中にな、レベル5。3ターンの間、味方全員の防御力を 1.5 倍、3ターンの間、敵全員の防御力を 0.5 倍し、麻痺状態にする。まあこれな、麻痺確定麻痺かな、確定麻痺はいいですね。で、敵前衛の防御力を 0.5 倍か。これで攻撃力を下げてくれてたら、まあまあプレミアムとしてはいい感じの性能だったのかなと思うんですけど、まあ敵の攻撃下げて味方の防御上げたら、前俗に言う2周年間期の介護官みたいな感じになるんですかね。まあ倍率がかなり離れてしまってるんですけど、まあこれでね、こいつが登場したことによって高槻戦、まあ絵とのまあほぼほぼ出たのかな。 RE の絵とはまあまだ出てないとしても、まあそれがフェスで来るのかもしれない。プレミアムで高槻戦、プレミアムで絵と、あ、無印の頃の絵とで、スペシャルで今アンティーク編かな、アンティーク編の時の絵とが出てんのかな。でフェスでまだ出てないぞということで、まあフェスにも登場するとは思うんですけど、どこの絵とか登場するかですね。まあ多分もうほんと終盤のあの絵とかな、あれが登場するんじゃないかなと思ってるんですが、まあまだまだ先のことでしょう。ですので今回はこの高槻千を、まあ、確定までね回していきたいと思います。僕好きなんで、高槻千、まあまあ提供割合の方3回ステップ3でね1体、確定で排出してくれるんで、引いていきましょう。どっかでまあ出てくれればそこで確定まで回さずね終わっておきたいと思います。では行きましょう。俺もやってみてんだよな、この絵と前衛に並べるパーティー。まあまあまあ、まずは SSR なしと。ステップ2で出てくれたら美味しいんだけどな。前ってプレミアムステップ5までだったっけ、前からステップ3までだったんだっけな。こいつを引いて熟練度がね上げれないんだけど、促進剤が足りなくて。今回全然落ちないわ俺。今週2週目全然落ちて、1週目はねバカバカ落ちたんだけど。最近プレミアムで誰か追加されてたんだけど、なんか引かなかったんだよな、前回の占領戦の時。多分引いてないような気がする。誰だか忘れたんだけど、あれ派遣だったかな。引こう思ってね忘れてたんですよ。さあ確定枠1体手に入るが、プラスでもう1体ぐらい欲しいところではある。おっとこれは、まあ、10枚目でエトが高槻戦が来るとして、ここで聞こえろタララン。お前らの腹の中に。いやーいいっすね、坂本真綾ボイス。ということで、今回は記載の小説家高槻千ですね。プレミアムガシャ久しぶりに確定枠まで回しました。これはあれかな、古田以来かなだと思うんですけど、まあ非常に僕にとっては魅力的なキャラクターだったので、今回は手に入れました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。